ミルクカートンとは牛乳をはじめとする液体飲料を充填、保管するための紙製容器である。一般的には牛乳パック、紙パックとも言う。19世紀末以降、高価で重く取り扱いしにくいガラス瓶にとって変わるものとして研究が行われるようになった。初期のカートン紙のコーティングにはパラフィンが使用された。 効率的なカートン用無菌重点包装システムは1961年、スウェーデンのテトラパック社によって開発された。その後、各メーカーが後を追い、スイスシグ社のコンビブロックシステムなどが開発された。ミルクカートンはその形態、サイズによって様々な名称が与えられている。ゲーブルトップは屋根型のミルクカートン容器であり、牛乳を中心に多用されているスタイル。 1915年にアメリカ合衆国のジョン・バン・ウォーマーによって発明された。実際に普及したのは1930年代になってからで、特にエクセル王者が最初に商業化したピュアパックが大きな成功を収めた。当初は飲み口部分をホッチキスで風管し、開封時にはナイフを使用していたが、現在では熱圧着と溶剤の組み合わせにより、 手で開封できるように改良が加えられている。チューブ状に成形した後に充填する必要があり、印刷機上でシート状にカットした後にシーラーと称される加工機でチューブ状に成形する必要がある。テトラ社ではテトラレックスと称している。日本には1969年に導入され安定感と継ぎ口の大きさより圧倒的なシェアを占めている。2001年からは パック上部に切り欠き器と呼ばれるくぼみが付けられ、視覚障害者に対し牛乳以外の飲料との判別を付けやすくしている1952年、テトラパック社で最初に開発された形状である。同一容量を充填する際に、最も表面積が少ない設計であり、またシートカットすることなく、ロール休止で充填加工が可能であり、生産性に優れていた。 一見すると、正四面体であるが、製品の安定感を向上させ、飲み口が自然と上になるように、飲み口のある上部が多少長い設計になっている。一般にはストローを使用するが、当初は四面体上部をハサミで切って、コップに注いで引用していた。広く、ブリックパックは、脳型体のミルクカートン容器。脳が叩であるため、 積み重ねての輸送が可能となり、物流に有利なデザインとなっている。1962年、PLK 社がブロックパッチ包装システムを開発。1963年には、テトラパック社がテトラブリック容器を開発。1968年には内部にアルミ箔を貼ったテトラブリックアセプティック容器が開発され、保存量を使わずに。 常温での長期保存に耐える無菌充填包装が可能となった。ロール給紙からの充填が可能である。ゲーブルトップ型のミルクカートン容器にはサイズにより分類される。現在、様々な容量の容器が市場流通しているが、その底辺は大きく 70mm と 57mm に分類できる。これは輸送コンテナに収納する。 関係上決定したサイズであり、すべてのゲーベルトップ型パックは、底辺サイズは固定され、その高さによって容量が決定されている。一般的には、70ミリメートルのものは1000ミリリットル、500ミリリットル、340ミリリットル、200ミリリットルが、57ミリメートルのものには250ミリリットル、200ミリリットルのものがある。このうち、1000ミリリットルのものについては、 寸法が 70mm70mm194mm であり、計算すると 950.6ml となって 1000ml 入らないことになるが、実際は牛乳を入れた時に内圧で外に膨らむため 1000ml 入ることになる。一般に紙は水に弱い材料とされているが、ミルクカートン用紙は紙の両面をポリエチレンでコートすることで、 耐水性を付加している。アルミ層を持つ多層構造のものもある。製紙工場で製造された用紙は、ロール状態のまま印刷工場へと搬入される。印刷は、フレキソグラフィー印刷、グラビア印刷、オフセット印刷の各方式で印刷されている。単純なデザインが主流であった時代は、設備投資が安価なフレキソ印刷方式が、主方法とされていたが、その後、 デザインの複雑化によりグラビア印刷方式が現在では多品種小ロット生産また製半時に発生する排液の問題からオフセット印刷方式が主流になりつつあるテトラクラシックやテトラブリック型の場合印刷後は再度巻き取って作業が完了するがゲーベルトップ型の場合は印刷後にクリージング及び大イカットを行いシート状態で半製品を出しさらに シーラーと称される設備でチューブ状に熱圧着して作業が完了となる。充填はそれぞれ専門の充填装置によって行われる。テトラクラシック容器やテトラブリック容器の場合は充填設備内でフォーマー折りを行いパック状に加工するので単純であるがゲーブルトップの場合は底部の成形と熱圧着を行う必要があり、その工程が複雑なものとなっている。 付加機能として、柿加工を行う場合もある。キャップ穴加工リキャップを取り付ける加工。ストロー穴加工ストロー穴の加工。調布方式とダイカット方式がある。ストロー添付から包装されたストローを容器に調布する。切り取り線加工。テトラブリックに切り取り線を加工する。ゲーブルトップ型では左右対称の形状ながら、次口が一方に定められている。これは、 印刷工程中で次口内側にシリコン溶剤を塗布し、充填器で熱圧着を行う際に、次口の熱圧着が一部行われないよう加工しているためである。したがって次口と反対側のトップを開封しようとすると非常に開けにくくなる。紙パックはリサイクルのために自治体をはじめスーパーマーケットやコンビニで回収され、 製紙工場にて個死としてリサイクルされる。ティッシュペーパーやトイレットペーパー、キッチンペーパーにリサイクルされ、トイレットペーパーに関しては、水洗便所用は水回しとしてリサイクルされる。ありがとうございます。